では見せます。せーのよっ。皆さんこんにちは、ひろげです。はい、皆さん大変長らくお待たせしました。今回の動画はついに僕の新居を見せます。ちょっといろいろあって新居の公開が遅れたんですけど、全体の8割が終わったので見せたいと思います。はい、まずこちらが LDK 部分になってます。こちらのキッチンなんですけど、全然片付いてません。まだ荷物が整理できていないので、ざっと、まあ、こんな感じになってます。こちらが僕のメインデスクになってます。ちなみにこちらの机はスタンディングデスクとなってます。なのでボタンを押すと、はい、こんな感じで電動で上げてくれます。ちなみに机はこのようになってます。机の下には開けてないレゴを保管してます。であとはここら辺にマットを引く予定だったんですけど、まあ、ちょっと予算的に引けれなかったので、ざっとまあこんな感じです。はい、続いてはこちらの居間の部分を見せます。ちなみに僕の中で居間の部分がめちゃくちゃ大変でした。では見せます。せーのよっと。はい、こんな感じです。はい、こちらの今は2つのスペースに分けました。まずこちらがレゴの部屋になってます。ちなみにこちらが新しいレビュー机となっていて、後ろの机はサムネイルを撮影する机になってます。そしてこの突っ張りシェルフの一番上に今まで作ったレゴロボを並べて、であと全部はこんな感じでパーツ別で収納してます。横の棚もこんな感じで収納してます。はい、続いてはこちらの収納スペースです。ここには僕のお気に入りのコレクションを飾ってます。ちょっとぐちゃぐちゃなんですけど、一回見せます。せーのよっと。はい、おっと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 、せーのよっと。はい、こんな感じです。下側はこのようになっていて、真ん中にはじゃーん、僕が今まで集めてきた変形合体ロボや TSM のベルトを飾ってます。一番上はこんな感じで結構ぐちゃぐちゃしてます。ちなみにこちらはまた改造する予定です。はい、続いてこちらが僕の就寝スペースになってます。本当はベッド買いたかったんですけど、ちょっとスペース的に置けれなかったので、今回はこんな感じになってます。はい、そしてこちらが完全のプライベート空間になってます。これが前のレビュー机になってます。そしてこちらのテレビなんですけど、なんと43インチもあります。でさらに 4K でお値段なんと4万円で買いました。テレビ台の下はこんな感じでゲーム機を収納してます。あ、ちなみにこの段ボールなんですけど、 Wii U のコントローラーやソフトが入ってます。そして実を言うとここの隙間が空いちゃってるんですけど、ここはハンガ棚を置く予定です。はい、ということで僕の新しい新居いかがだったでしょうか。前回の動画でも言ったんですけど、いろいろ遅れて本当に申し訳ございませんでした。今回住んでる部屋は前の部屋より2倍ぐらいの広さがあったので、結構思ってた通りにすることができたので、めちゃめちゃ嬉しいです。まあそういうことで、4年間住んだ京都から生まれ育った徳島に帰ってきたので、これからも頑張りたいと思います。はい、以上ひろげでした。ありがとうございました。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんならー、イエーイ。